申し訳ないって気持ち伝わってきます。ほんまに一人でめっちゃ演説さっき、ね、寝ようとしてたんですよ。明日早かったから寝れんくなって寝れんくなっちゃって、なんかなんていうの、イライラした時とかは、イライラっていうか、なんかなんかあった時とかはこう誰かに話聞いてほしいってか、からそうインスタライブした。ここで吐き出してください。何百人の人が相談になります確かに300人の人見てくれてる、嬉しい。りーちゃんのこと大好きでずっと応援してくれて、嬉しいです。本当にこんな時に痩せれんけどどうしたらいいですか。ちょっと気持ち入れ替えましょう。私もずっと痩せたい痩せたい痩せたいって言って口だけ繰り返してたから、吐き出してまえやって、うん、言ってんけどな、さっき。優しいからみんなが。堂々としてて好きですね、無事な人が言ってたけど、あっちも。ありがとうございます。ごめんな、なんかこんな夜になんか暗い配信してしまって、みんな。みんなリコちゃんのファンで嬉しいです。マスクで肌荒れやばいの治らなくてつる、ね、わかる。私とか人生肌荒れた日の YouTube 動画上げてるのでぜひ見てみてください。正直なお前そんな伝えてるじゃん、ね、めっちゃなんか友達に話すみたいな話してたわ否定して歩かなくてもいいじゃん。ありがとうございます。うのんのんさん34913、アンチ以上に俺たちの好きだと思ってます。あ、男性ファンや、珍しい。私男性ファン全然おらへんねん、珍しい。コウキさんありがとうございます。コグマダイエットしたことありますか。あります。あのコグマ以上に食べてしまうので練習生時代したんですけど、結局余計なカロリーを摂取しちゃうのでやめました。最近子グマがな、めっちゃ嫌いやって、子グマが嫌いになって、もうだから練習生ダイエット時代にもう食べ過ぎた、ダイエットで食べ過ぎた食べ物一周回ってすごく大人になって苦手になっちゃったんですよ。胸肉とか鶏のよくダイエットで食べさせられてたんですけど、本当今は苦手やけど、そう子グマ、さつまいもも苦手だったけど、最近この間食べたらやっぱり美味しいってなった。なんか久々にりょうちゃんの素直な気持ちが来て、本当にホッとしちゃいました。インスタライブたくさんします。他人に敬意払えないと思いました、ね、まあしゃあないけどな、こうもうネット社会やから、それはねコメントっていうあの場所があるから、みんな言いたいことも言うやろし、言いたいことも書きたいやろし、全然仕方ないことやねんけど、それは。ね。陰口は気づくのと言うの、吐き出しつきましょう。ね、そうよね。そうですよね。プリクラ機の高校で一目惚れしたし、YouTube で芸人見て面白かった。やばい、芸人みたい。そう、私、人見知りしてるときやばいけど、ほんまにプライベートっていうか、男みたいやし、芸人みたいな感じなの。芸人みたいな感じじゃないけど、はい、そんな感じです。だからよく、もっと声も高いと思いましたって言われるけど、全然そんなことないんですよ。ファンに会いに来て会えただけ。え、嬉しい。ほのさん、ほの IG さん、リコちゃんはむしろ好印象でもっとリホです、リコちゃん、リホです。40キロまで体重落ちたんですか。え、一回落ちてん、ちょっとリバウンドしました、ごめんなさい、もう一回出直してきます
27です。あれちゃんの YouTube ごめんなさい。嬉しいよ。おかがみなべ、花粉で目腫れすぎてて片方だけでもいいですか。もう目赤いやろ、伝わる。めっちゃ目腫れてんねん、書きすぎて。頑張って、嬉しい。何悩んでる。確かに今来た人からしたら分からん。いや、なんかで一番思うのは印象操作っていうの、ああいうのって、まあなんかさ、こう言ったもん勝ちみたいな感じがあるやん。印象操作みたいな、なん使い方合ってんのこれみたいなのは怖いなって思う。その人がそういうなんか書いたら、もうそういう風な人間って人間にさせられてるやん。なんか寝る前でごめんな、あんまり頭が回ってないんだけど、わかる？なんか印象操作っていうの、なんかアリちゃんとの YouTube で来ているクロワンピースをタグ付けしてます。何個か前の写真に、エイミーのやつです、最近出たやつ。何のインスタライブの、悲しいことがあったっていうインスタライブです。リオちゃんみたいに27歳になりたい。本当に今年28です。リオちゃん大好きです、ありがとう。目ください、笑った。文字や言葉ですかね。いや、ほんまにたまにめっちゃひどい人おる。てか普通に YouTube に死ねってコメントくる人もおるし、何やったかな、この間こうどっかの方言かわからんねんけど、クソざまあなんちゃらなんちゃらみたいな感じでコメント来てて言われて、どうね、どっかの方言なんかなって思って怖ってなった。クソざまあなんちゃらかんちゃらみたいな感じのコメント来てた。メンタル強いんですか。強い方って言われる、強いなって言われるけど、そうでもないですね。印象操作って何やのって言われた。いや、まあどうなんだろう、なんて言ったらいいんや、まあ分からんけど、なんかね、そういう風にこう事実あることないこと書かれることはあるんですよ。否定したいけどね、一個一個にその論破もできひんから悲しいって感じです。中国語は喋れない。今りょうちゃんの YouTube見てました、ありがとう。メンタル強いは関係ないよな。そうやねんな、強い弱いとかじゃないんですよね。どうしたんですか。全然心配しないでください。眉毛と目の距離ジョニーとくらい近いです。遠いですよ、私。近くなりたいです、むしろ。こう呼んでたからかな。ゆりちゃんのこと好きな人が圧倒的に多いか、本当にありがとう。じいちゃんないこと書かれるの嫌です。嫌やろ、ほんまに。ムカつくし、そんなことないのに、てかこの話はどっから出てきたみたいなことばっかりで、って感じです。気にしてないって言ったら嘘になるけど、まあもう気にしてられないですよね。でも気に なるっていう。コメント読んでほしい。読みました。
りょうちゃんからの言葉を信じるの大丈夫、本当にありがとうございます。ファンからすると辛いですね。ごめんなさい。なんかそうだよね、イメージかけるのがネットの怖いところ。確かに。でも今はね、開示請求とかいろいろネットも厳しくなってきたとは思うのでね、私も経験者です。あることないこと書かれても、その当時はかなり怒りました。書かれまくっても慣れること、そう、慣れる、慣れはしないよね。いや、だいぶそれはもうなんかめっちゃ書かれて、数年前とかもうちょっと若い時はないってイライラしたこともあったけど、だいぶ慣れたっちゃ慣れたけど、でも慣れることはないっていうのはわかる。またなんかそれとこれとは違う、ね、あ、これであれして友達と顔つきました。ありがとうございます。最後死ぬとき自分は幸せないのですよ。その人りょうちゃんの人生には関係ないですし、ね、いやそうやねんけどね。カバンの中身とか紹介してほしい。カバンの中身最近撮りました。見てください。もうちょっとで開けます。マジ肌綺麗ですね。男の自分も分かります。あざす。 YouTube 見てください。ブレイキングダウンのインタビューはマジビビッとしか強くしてる姿が嬉しい。本当にありがとうございます。初めてのインタビューどうでしたでしょうか。ゆうちゃんラブ人間ここにいますか。え、嬉しい、ありがとう。事故の MV を見た時からこの可愛い人誰って終わってる。文章途中で投稿した。懐かしい。あれ20歳の時とかかな。すんごい懐かしい。でも慣れちゃったらダメで終わるよね。慣れはしないです。いつまで経っても書かれたら悲しい。事故の部分とか好き。ありがとうございます。彼氏さんと喧嘩することありますか。また仲直りの仕方。ほとんどしないです。ただ私の女の子の日の前の習慣は気をつけてほしいです。女の子の日の前は女性はすごくナーバスなので、ちょっと当たってしまう時もありますよね。りょうちゃん、最近のりょうちゃんの胃の中身を紹介してください。胃の中身、食べた Vlog ってことですね。それはもうちょっと上がります。また暴食動画みたいな。暴食動画はあの、うわ、明日上がるかも。めっちゃ久々にチートデイしたので見てください。ザ・グローリー見ました。見てないの。9話だけ見てまだ10話行ってない。ラビジュールのモデルさんいつも可愛いです。ありがとうございます。りょうちゃんと仕事できるために頑張ってる。一緒にお仕事できるの。マジ？もしこれ一緒にお仕事することになったら、あの時インスタライブでコメントした。言ってください。楽しみに待ってます。彼昔から好きで2人ともめちゃくちゃ美味しいます。ありがとう、コウキさん。ご飯はちゃんと食べてね。はい。りょうちゃんの美肌はやっぱり美容系の発信ですごい説得力あります。本当にもっと頑張りますね。あの、いろいろこれからはなんか成分とかもちゃんともっと勉強していけたらなと思います。動物の方がよっぽど優しい心持ってると思う。わかる。あ、こんな時にグルさんがいないんですよ。
楽しいこととかやんだことあったらグルートにずっと話しかけれんのにね。12時20分や。もう少ししたらやめたいと思います。なんか今日は暗いライブになって申し訳ないです。みんなも嫌なことあっても好きなもん食べて好きなことしてください。好きな人と会ってハルック紹介またします。動物は裏切らないように。わかる。グルさん実家なの今。実家にいるの。一緒にこの間大阪で仕事だったから一緒に連れて帰ってんけど、もうちょっとだけグルさんは実家にいます。コメント読まれなくて悲しい。読んだ今。イエーイ。人間は裏切るけど動物は裏切らないから。そうね、間違いない。間違いないです。絶対この日のインスタライブのこと話、ぜひ。嬉しい、待ってます。りーちゃんが少しでも元気になったり、みんなのおかげで元気になりました。みんなと喋ってたらどうでもいいやって、どうでもいいやまでにはなってないけど、それぐらいまでなりました。会えるイベントは近々ありますか？作りたいな。待っててくださいね。作ります。会えるイベント確かに。もうちょっとで嬉しい報告とかはたくさんあるねんけどな。早く、まあもう今月中には言えるんじゃないかなと思います。お知らせできるんじゃないかなと。ご報告、グルーさん帰ってきたら消してください。もちろん。楽しみ、ありがとう。何回も言ってた、ほんまに。私もバギーパン使います。バギーパン使います。ありがとう。ありがとうじゃないね、お揃いにしよう。あれほんまによかった、めっちゃラブです。私もラブです。バギーパンツで思い出した。あの、何やったっけな、誰ってかは自然に知らん人なんだけど、やっぱホネストはなんか何を着ても似合わないよねみたいな、わかるみたいな、太ってたら何も似合わないよねホネストはみたいなコメント来てた。遠回しで悪く嫌味言ってるな。なんかホネスト、私骨ストレートやったっけ。みんな私の診断結果覚えてる人います？私動画出してたけど、何やったっけ。まあそういうことですよね。なんか要するに、なんかに私が太ったから似合わないみたいな、そんな書かれ方してた。コメント来てた。嫌味かかんどってや、そんなきつく言わんどってや。日本は今何時？ 12 時24分。りょうちゃん何があったか分からなきゃいけない。はい。お元気でできました。ウェーブとストレート混ざってるんじゃない？いや、結局やり直したらストレートだった気がする。覚えてる人おる？容姿とかにも食って。てくる人本当にいます。容姿文句一生言われてますよ。なんかもう一生言われる気がする。容姿とかには、容姿とか文句言ってくる人は一生言ってくる気がする。しんちゃんです。こんばんは。ホ
ネスト羨ましい。ホネスト叩き嫌だの好きなね。なんか遠回しに、私が確かストレートなんですね、多分私のことをまあ言ってるんですけど、やっぱり太ってたらホネストって何にも似合わないねみたいな、そういうコメント書かれてて、ちょっと待って、何やねんこいつと思った。思わん、なんなんそれって感じの、その嫌味な書き方。太った私が悪いけど、ホネストミン共感してくれる。ようちゃんストレートのクラシック、あ、そうだ、ありがとう本さん、ありがとう。そうだ、ストレートのクラシックらしいです。私はインドネシアに連れて行ってもいいですか。誰やばいやろ、インドネシア行きたいけどな。ホネストの希望、ホネスト、私もホネストです。骨格骨格みんなうるさいね。わかる、正直いまだに私骨格の理解できてないねんけど、わかる、骨格骨格でうるさいね。なんかホネストがどうちゃらみたい な、この人はこれ何々だからみたいな。私全然ホネストとかウェーブとかナチュラルとか全然わからんし、わからんけど好きな服を着てて、まあある程度さ、あ、これこのジャケットは似合わんなとかはあるわけやん、この服は私にあんま合わんなみたいな、そういうことはわかるけど、別に人は人やねんから、よそよそ、うちうちみたいな、よう言われんかった、みんなお母さんに、よそはよそ、うちはうちって。私の家だけ何でもよくないと思う。そういうね、軽い発言が人のこと傷つけるので、そんなひどいことは言わないでくださいって思う。インドネシア、いや、インドネシアのついてていいですかって言われた、びっくりした。逆に痩せたら最強ってことだよね。いやでも、ね、骨格にね、最強もなんもないと思うで。痩せたらさ、結局痩せるのが一番のダイエットやから、第一番の整形やから、まあ痩せたら何骨格とか関係なくなるよな。だって私痩せてた時に多分骨格診断1回目初めてしてるから、その時にナチュラル、あ、ウェーブって言われてんね、多分あの時は痩せてるからウェーブやった、ほらなってなるやん。だ、結局痩せてたら骨格なんかわからないよ。太ったら太ったで、なんかそうで太って、そたまたま2回目が太ってた時やったから、ストレートって言われた。で、痩せればいいんやけどね。まあでもそのベスト体重があるから、みんな別に無理してね、ガリガリになろうとか思わんでいいよと思う。でもさ、なんかその自分はじゃあガリガリになりたいのにみたいな、周りはなんか痩せたら痩せたらガリガリなりすぎみたいな、それはおかしいと思う。だって私もね、そのなんか自発的に痩せようとは思ったけど、一回こうストレスとかでめっちゃ痩せた時があって、その時なんか痩せすぎですみたいな、なんか色気もない、なんかガリガリとか言われて、太ったら太ったでバリ二の腕ごついとか言われてどっちやねんっていうのは、結局な、両方にな、何でもな言ってくんねん、みんな。初めてインスタライブました、ありがとうございます。リシちゃんがロールモデルよりも明日の自分を目標にしてるのはかっこいいと思いました。わかる、ロールモデルって言われたら誰やろな、石原さとみさんとか好きやけど。でもそうやね、自分が一番ライバルやない。だって昔の自分見てたら痩せないとってなるもん。だから自分、常に自分やね、ライバルは誰もいません。なんか人のことあんま興味ないから、そもそも感じ。
カラコン。もうちょっと待っててください、カラコン。カラコンはもう少し待っててください。でも骨格診断で切ってから、あ、だから私ってこういうの似合わなかったんじゃないとかすること。わかる。それはわかる。コメントめっちゃ流れてた。ごめんなさい。インスタコラボやろうぜみたいな。誰？もういや12時半になった。12時半になったのでやめたいと思います。リオちゃんをきっかけにワンコをお出迎えしたんです。お久しぶり。え、あのあれですか、ミーチャーダックスンドのクリームをお迎えした方ですかね。前もコメントくれさった気がする。合ってる？合ってるの？合ってたらまた DM か何かで、嫌じゃなければワンちゃんの写真送ってくださいみたいです。ムーちゃんだそうだ。 DM 待ってます。そう、グルートに確かそっくりやってんな。一回写真くれはった気がすんね。待ってますよ。寝ましょうね。寝ましょう。皆さん今日はこんななんか暗いかな。インスタライブに付き合っていただき、夜中なのにありがとうございました。皆さんもいい夢見てください。はるっきです。 DM 写真送ります。待ってます。みんなおやすみ。はい、またすぐインスタライブします。 DM ちゃんと見てるよ。待ってます。バイバーイ。